え二人のために部屋を明け渡します。僕のことならご心配なく、幸せな結婚を祈ります。信也、すげえな、俺たち結婚できるんだ。いらっしゃい。大丈夫か、葵さん。大威張りよ、ちゃんと下宿代払うんですもん。さあ、よし。エリコ、何？下宿代のことはちゃんと言ってあるんだろうな。月6000円。少し高すぎると思わない？お父さん、知らない仲じゃないんだもん。もう少し負けてあげたら。冗談でない。損をしてまで下宿に置くバカがありますか。でも、いいよ、エリちゃん。おじさん、間違いなくちゃんとお払いしますから。当たり前だよ。まあ一日も早く下宿代なんか払わなくても済むようにするんだな。ゆり子と結婚してもここに居候なんてのはごめんだよ。ゆりちゃん。お父さん。あ、びっくりした。ありがとう。さあさあ、荷物運んで、商売の邪魔だ。はい。ま、どうぞ。は、木村栄吉君です。うちの番頭です。前田ありがとうございます。いや、あの、どうぞごひいきに。立派な作家ですよ。僕が保証しますから。どうぞよろしくお願いします。話を池内君から聞きましたがね。は、いや、どうも近頃は売り込みが多くて困ってるんですよ。まあしかし、他ならぬ池内君の推薦だから一つお願いしようかな。一生懸命やります。頑張れよ、A さん。今日からはもう立派な作家なんだから。バカ旦那、ありがとうございました。バカだな。抱くやつもあるかよ。あ、もしもし。あ、小原だ。あ、君か。さっきお願いしたことをうまくいきまして。ん？ああ、万事 OK だ。君の言った通りにしといたよ。ありがとう。編集長ってやっぱり素敵ね。大好きよ。おいおい、お世辞はいいから仕事の方しっかり頼むよ。はいはい。あ、ついでにお祝いを一つ。ご結婚おめでとうございます。え？ふつつかな姉ですけど、末永くよろしく。なんだおい、知ってたのか。ジャーナリストの早耳よ。日本でお買い物ができる日本直販の提供でお送りしました。神戸市は市の広報グラフ誌が今月で200号を迎えたのを記念して、今日から展示会を開いています。発刊200号を迎えた市民のグラフ神戸は、自治体のグラフ誌創刊ブームとなった昭和45年6月に誕生。当初不定期発行でしたが、昭和53年からは月刊となり、市内の銀行や病院などに無料配布されていることもあって、市民にはおなじみのグラフ誌として人気があります。記念展では創刊号から200号までを展示、合わせて販売もされています。またこれまでに掲載された写真の中から100点をピックアップ、大型パネルにして展示されているほか、小磯良平や川西英など神戸ゆかりの画家が制作した港祭りのポスターなど、懐かしいポスターの展示もあり、神戸とグラフ誌の歩みを振り返ることができます。この記念展、来月4日まで神戸の三地下ホールで開かれます。